こんにちは、シカゴレジメンタルスです。今回ご紹介しますのが FN の M1949 という自動小銃ですね。1949年、二次大戦が終わって少しした後の、銃なんですけれども、まあ、いわゆる、戦後第一世代の自動小銃にあたりまして、二次戦中の小銃の設計から、冷戦期の自動小銃の間に挟まるような時期の、銃なんですね。設計自体は、二次戦中から行われていたんですが、まあ、ベルギーがドイツに占領されてしまい、設計者がイギリスに、亡命していたと。で、戦争が終わった後に、ベルギーに戻ってきて開発を再開し完成させたという経緯があります。銃自体は、中南米ですとかエジプト、まあ、アフリカの諸国ですねに数多く輸出されまして、それに送り先に合わせて、口径も非常に数が多い銃なんですが、まあ、あの銃のセールスとしては、結構成功している方の銃だと。しかもですね、今回は、その中でも、狙撃仕様の非常に珍しい個体ですので、ご紹介していきたいと思います。というわけでですね、各部分を順番に見ていきたいなと思うんですけれども、最初に見た時にですね、このグレーの焼き付け塗装をですね、てっきり再仕上げだと思っていたんですが、なんとこれですね、ベルギー海軍のちゃんとした仕様だよと。なのでこれオリジナルのまんまなんですね。こんな表面処理あるんだってちょっと意外だったんですけれども、まあオリジナルだと。これ意外な仕様ですね。で、銃口の方フラッシュハイではなくてバイオネットラグがあって、ガスピストンが並んでいると。でガスプラグなんですが、非常にですねファルとそっくりなんですよね。この M1949 の設計した方ですね、この後ファルの設計にも参加しているので、この辺のデザインは流用したのかなと思って、つながりが見えて面白いところですね。で、少し下がってですね、このアッパーハンドガードを取るとですね、ガスピストンにアクセスできてなんですけれども、このアッパーハンドガードですね、ネジと、このバンドですね、外すと取れるんですが、このバンドがですね、なんとネジだけじゃなくてバネみたいになってまして、ぐーっとこう広げてやらないと、取れないので、ちょっとですねそれが怖いですから、今回は、割愛させて、いただきたいと思います。マガジンの方で見ていくんですけれども、まあなんというか、まあしょうがないのかなと思うんですが、スコープのせいでですね、クリップガイドが使えないんですね。完全に邪魔しちゃう位置なので。 ですので本来はクリップ使ってジャッとこう装填できるはずなんですけれども、まあ打ち切ってボルトキャリアが開いた状態で一発一発入れてやらないと、再装填できないと。まあ狙撃仕様なのでそれでもいいのかなという気はします。一方でですね、じゃあマガジンを交換すればいいじゃないかって思われるかもしれないんですが、マガジンもですね取らせる気が、ないんですね。で今ピッてなったのがマガジンキャッチなんですけれども、これ押すんじゃなくて引かないといけないんですね。もう隙間全然ないですけど、なのでこう細いものを突っ込んでですね、こうやって広げてやると取れると。この辺は SMLE ですとかと同じように、やっぱりマガジン交換でなくて、あくまでクリップですとか、まあ、上からの、バラ玉での装填を考えられているんだなと思います。逆にですね、トリガーガードの方は個人的には結構好きで面白いなと思うんですけれども、まずこのレバーですね、これセーフティーです。セーフティー入れると、完全にトリガーをブロックしてもう引かせないぞと、もう引こうとしたら、解除しろよっていうのが非常に見た目で分かりやすくなっていますね。これは個人的には非常にいい位置だと思います。でひっくり返してですね、こっち側には逆にセレクターがあります。M1949 にはですねフロート付きのモデルがあったんですが、まあ、そもそもマガジンサイズが10発しかないのでフロートで撃ってもそんな撃てないということ、あんまり評判良くなかったようなんですね。でこの M1949 の狙撃仕様にもですね、一応オートのポジションがあってですね、本来はこうレバーをガチッとやれば、フロートの位置に入るはずなんですが、なんとですねこのちょっと分かりづらいんですが、ピンがあって、このピンがそのままトリガーガードの中まで侵入しているせいで、絶対動かせないようになっているんですね。まあ、おそらく中にフロートに関連する部品もないと思うので、まあ、殺してしまっているのは分かるんですけれども、まあ、そこまでしてセレクター、固めるんだっていうのは、ちょっと面白いところだと思います。
スコープをちょっと見ていこうかなと思います。スコープはですね、2本のノブで止まってまして、今ちょっともう片方先に緩めておいたんですけども、ポコッと取ることができます。で、スコープの上面にはですね、いろいろ刻印ですとか情報があると。OIP っていうメーカー、ちょっとワイプ出そうかなと思うんですが、OIP っていうメーカーが作ってまして、このメーカーですね、あまり聞き慣れないかなと思うんですが、この後のファルの輸出仕様ですとかにも乗っかっていてですね、ベルギーの軍用の銃としてはおなじみの、スコープメーカーだよっていうところですね。で、上の方にはですね、ABL っていうふうに刻印が打たれてるんですが、これはベルギー軍用を示している、刻印です。で、このスコープですね、4倍固定で、レティクルはですね、二次線頃の、よくあるような TG ですね。これもちょっと後で窓出しておこうと思います。上側に、エレベーション。右側にウィンデージノブがありまして、エレベーションは0から8まで。で、このダイヤルひねると、ひねった分に、ひねって合わせた距離に合わせて、レティクルが、上下するような、仕様になっています。一方で、スコープを外した機関部ですね。で、ちょっと薬室の上見ていただくとですね、なんかこう削られてしまっているんですね。で、よーく見るとですね、A と L っていう刻印、あと年号が見えましてですね、どうもここ本来はですね、ABL に王冠の刻印があって、まあ、スコープに打たれてたのと同じように、ベルギー軍用だよっていう示す、大きい刻印が打たれていたようなんですね。まあ、なんですが、おそらくその放出するときに削ってしまったんだろうと思います。で、左側にですね、これもちょっと見えるか怪しいので窓出そうと思うんですが、おなじみペロンのプルーフマークですね。もう古式銃の時代から一番最近だと P90 にも撃たれているのを見ましたね。もうずっと撃たれているプルーフマークが、ここに撃たれています。で、レシーバーカバーですね。リアサイトはですね、スコープ乗ってても車線が通るようになっていて、まあよくできてるなと思うんですけれども、一番後ろのレバーを上げて、スコープマウントの窓に出ているキャッチを押しながらですね、グッと前に押してやると、レシーバーカバーを取ることができます。で、リコイルスプリングがですね、ちょっと見づらいんですけど、二重になっていて、なかなかいかついなと思いますね。削り出しになっていて、非常にタイトな作りで、さすがベルギー製だなと思いますね。戻すときは押しながら、離すだけです。で、レバーも元に戻すと。ストックですね。まあ、狙撃仕様ということで、底上げしているチークパッドが載っています。まあ、左右対称の形になっていまして、まあ、右でも左でも、変わらず狙えるよっていうふうになっていますね。ということでですね、紹介させていただきました FN の M1949 自動小銃の狙撃仕様ですね。薬室の上の刻印はですね、まあ、削られてしまっているんですが、なんと、ベルギー軍用と、まあ、輸出してた銃なのにちゃんとベルギーで使っていたよと。しかもですね、このベルギー軍用の狙撃仕様をですね、750丁しか、作っていないそうなんですね。そんなちょっとしかない銃がまさか日本にあるっていうのが非常に、驚きなんですが、もうそうなるともうコレクションに加えるには、まあ、素晴らしい銃だと思いますので、ぜひぜひご検討いただければなと思います。今回もご視聴ありがとうございます。